近畿の3人が7番手からじわりと上昇気配。赤番ホームに出てきまして7番手から6番大松順次が動きました。近畿の3人一気に中段を通過、さらには9番小畑を抑えまして、そこへ7番の矢田進乗ります。西の3人、7番の矢田が6番の大松を叩きまして、さあ9番の小畑を待つ形となるか。残り1周半を切って7番手から巻き返す9番の小畑勝弘です。しかし中段で6番の大松も車間を空けています。縦長となりました。今日は7番の矢田進が最終選考となりそうです。1番の大久保が追走、8番山根康道、西の3人、残り1周切ってぐんとスパートした7番手から9番の小畑勝弘、ついていくのは2番の飯島純です。木村元の遅れを取りました。さあ7番の矢田進をねじ伏せてバックストレッチ先頭に変わった9番小畑勝弘、2番の飯島純が追走して、そこへ6番の大松順次、3番手から今日はまくり追い込みの勝負で、先頭は9番の小畑勝弘、2番の飯島純追走、そして外から6番大松順次迫るが、小畑勝弘ゴールイン。弱は2番の飯島純守りました。